長に伺います。次に羽田空港新飛行ルートに対する対応についてです。新型コロナウイルスの水際対策が10月11日から大幅に緩和されました。ワクチン接種などの一部制限は残りましたが、1日あたり5万人の入国者数の上限は撤廃され、観光目的での個人旅行やビザなし入国も解禁されました。羽田空港に着陸する便も増え始めていますが、今は冬場で南風が吹くことが少ないため、飛行する国際線も少ない状況ですが、春に向けてぜひ対策をしていただきたいと思います。区長のお考えを伺います。次に教育について。